はい、こんにちは。前回の続きから行こうと思います。今やってるのは、センター試験2011年度の世界史 B。問3じゃない、大問3の問9ですか。ですね。文学の話に行こうと思って、前回ちょっと途中で消えちゃったんですが、前回の話、何だったかというと、そうですね。結局、中華民国の主な敵は日本でした。で、だったんですが、そもそも、初めから日本が主な敵だったというわけでは必ずしもなくて、もともと、この、割拠していた軍閥。これに対して、蒋介石が北伐を仕掛けていく。で、その時に、蒋介石は国民党の人ですよね。その時に共産党と協力してた、のが、一回目は失敗してしまう。で、二回目、この、日本が満州事変なんかを起こして、中国に攻め込んでいくときに、この張学良さんが、いやいや、今は共産党と戦っている場合じゃない。一緒に、国民党と共産党が、これ国境合作ですね。合作して、日本に当たるべきだと。言って、戦われたのはこの日中戦争です。これは1937年なんですね。ここから45年まで続きました。この時代、この時期に、連合国側ですね。アメリカ、イギリス、それからソ連とか。あの辺と戦、あの辺と一緒に戦ってくれてありがとうというので、この当時の時代、清の時代に結ばれてたこの不平等条約はほぼ解消されました。で、そこまでは良かったんですが、この対戦中の国境外策は、2回目なんですけれども、共通の敵がいなくなると、国民党と共産党はまた内部、対比するか、争いを始めます。で、合作が失敗、失敗というか、解消されて、国境内戦、国民党と共産党の内戦が始まりました。で、共産党の方が上がって、共産党は支援をくれていた、このソビエト連邦の方に、好き。で、ここ前回ちょっと言うの忘れてたんですが、問八の、選択肢の1番ですね。中国義勇軍を朝鮮に派遣したと。当時の朝鮮戦争ですね。ちょっとこの辺に書いて、後でちょっと消しちゃうんですけど、朝鮮半島。戦前は日本の統治下にありました。ですが、戦後、大体こっちがアメリカを中心とする軍隊によって、ほんでこっちがソ連を中心にする軍隊によって占領されます。これは、こっちが地図上では北ですね。で、こっちが南です。で、統一して独立しようなんていう話もあったんですが、結局、この南部のアメリカ側の方が勝手に、日本からの独立というか、国を作っちゃいまして、でソ連の方もじゃあこれに対抗して勝手に国を作ると。で、こっちが北朝鮮。こっちが韓国という名前になって、戦争が始まります。で、この時に、最初北朝鮮がソ連の支援を受けて韓国を圧倒してたんですけども、途中でこのアメリカを中心にする国連軍が、国連軍では、多国籍軍って言った方がいいんですかね。アメリカを中心にする軍隊が、ここの辺に上陸をしてきまして。で、北朝鮮軍を本当に中国との国境すれすれまで追い込むという状況になります。最初はこう下に前線が下がってきてたのが、今度はアメリカが参戦することによって、今度、こういうふうに北に前線が上がっていく。で、北朝鮮が負けそうな時に中国がソ連、に助けてもらった。半分お礼みたいな形で、
参戦する。でこの時に、中国軍としては、その中国政府が派遣した軍としては、まあ、名目上はなってないんですけども、で、そこにその中国義勇軍って書いてるんですが、まあ、実質これは中国の正規軍ですね。あの、中国というか、中華人民共和国の正規軍。だから、まあ、人民解放軍ですね。が投入されています。という感じで、まあ、そこそこ仲の良かった中国ソ連なんですけれども、53年に、このスターリンという人が亡くなるわけですね。このソ連、それまでソ連を、まあ、ソ連のトップであったスターリンという人。で、この第二次大戦の勝利の、まあ、立役者であったスターリンという人が亡くなってしまいます。まあ、ちょっと細かいところは、ここではちょっと喋るのを控えたいんですが、このスターリンの路線を、この53年に、まあ、スターリンが亡くなった時ですね、このフルシチョフっていう人が、スターリン路線はダメだと。あれを放棄すると。優先権を出すんですね。これはスターリン批判って言うんですけども、それに対して、中国は、スターリン主義で、これ今までもやってきたし、これからも私たちはやっている。まあ、ざっくり言うと、スターリン個人を崇拝するようなやり方はダメだっていう、新しくフルシチョフがリードするようになったソ連と、毛沢東個人を崇拝するような路線でやっていこうっていうのを続けようとしている中華人民共和国。この二つの対立なんですけども、ここから一気に中国とソ連は仲が悪くなって、中ソ対立という呼ばれる事態が起こっていきます。で、それまで中国もやはり主な敵はアメリカ、日本、そっちを想定したんですけれども、これ以降、まあ、地図を見てもらったらわかるんですが、まあ、この辺朝鮮半島があって、まあ、ここ中国ですね。で、こっち、まあ、この辺モンゴルがあるんですが、今、この辺北朝鮮、韓国なんですが、ソ連ってこの辺ですよ。行く続きじゃないですか、中国。だから、で、まあ、ソ連は特に、機械化されたっていう名前は戦車の軍団が強いことが有名ですので、陸続きで、ソ連というすごく強い軍隊、しかも陸軍を持ったところがいると。だから、ここの国境を越えて、どんどんソ連が攻め込んでくるんじゃないのっていう不安が、中国ではすごく強くなりました。でそこで、どういうふうに、対応していこうかというと、まあ、震災のこともありましたけれども、大都市に、例えば北京とか上海とか、に、いろんな機能が集中していると、そこをやられてしまうともう終わりなわけですよね。だから、まずは、人民公社というものを作って、まあ、大都市に一極集中させるのではなくて、地方の各、まあ、農村レベルですね。ここで、まあ、なんかちょっと少ないですけど、このそれぞれが独立した行政組織とか生産組織とか、あとは軍事の組織っていうのを持つように仕立てる。だから、もし、中央、まあ、ここから主に指令を発してたところが、ダメになっても、それぞれは、ちゃんと活動できるような体制を作る。というのが一つ。それから、まあ、これが、まあ、地方のレベルでできることですよね。この方針転換が一つ。それから、もう一つが、この文化大革命、ということができて、まあ、実質かなり、内部対立というか、権力闘争の側面というのも強いんですが、この時に、劉少奇とか、鄧小平とか、いう人たちがいまして、たまたま毛沢東と、険悪な感じになっていました。それで、毛沢東は、このままではまずいと。
ということで、彼自ら、高英兵という人たち。高校英兵。高英兵を組織して、この劉少奇とか東少平とかの一派を弾圧していきます。まあ、劉少奇はこのまま失脚して死んでしまうんですが、まあ、東少平は後でまた登場するんですけども、このように弾圧をしていきます。で、毛沢東の派閥だけが生き残るようになって、国内体制の引き締めを強化していく。でこの過程が文化大革命と言われているわけです。でまあ、一見ただの権力闘争なんですけれども、先ほどの、ソビエト連邦というものすごい強敵が現れたということを考え合わせてもらうと、これは国内で生じていた内部分裂というのを、まあ、毛沢東の側が強引に処理をしていく過程だと見なすこともできると思います。で、もしソ連が攻めてきたとしても、国内を一本化できているという状況にまとめておこうと。そういう意図があったのではないかということも言われています。で、この辺まで行ったら多分説問も解きますかね。一番目、劉少奇が批判された、これは正解です。で、二つ目、この革命の運動に対抗して高英兵が組織された。そうじゃないです。高英兵はむしろこの運動を積極的に推進していった方です。で、この、三つ目、この革命収束後に中層論争が始まった。中層論争が始まったのは、中層対立、まあ、若干似てて鬱陶しいんですけど、中層論争っていうのがあるんですね。こう、お互いの共産党同士が、論戦を繰り広げる。で、まあ、それが始まったのが、まあ、63年ぐらいです。で、文革が始まったのが65年なんで、これはまあ時代的には、後ですよね。まあ全体の流れを見てもらっても、中国とソ連の仲が悪くなってから、文革ということになります。まあこの辺が大体、関係するところで、4つ目なんですが、これは全然関係ないところですね。土地に関する帰国は、第一次世界大戦中、ロシアで革命が起こりますよね。その時に、ソビエト連邦政府が出した、まあ、お触れというか、命令書です。だから、まあ、これは文革とは、まあ、無関係ですね。はい、ということで、まあ、今回のところ、そうですね、国境内戦が終わって、初めは、共産党とソ連は仲が良かったんだけれども、まあ、仲が、まあ、どんぐらい仲がいいかというと、朝鮮半島での戦争に対して、中国が、まあ、義勇軍というか、まあ、義勇軍という名の人民解放軍を送ることの仲が良かったんですが、結局、この、スターリンの死後の路線をめぐって、ソ連と中国共産党は仲が悪くなって、で、中東対立が始まって、中国側ではそれに対抗する動きとして、まあ、人民公社を、校舎を作るとか、あとは文化大革命で国内再体制の引き締めを図るとか、いうことをして、ソ連の侵攻に備えていったということですかね。はい、じゃあ、時間もちょうどいいので、この辺で終わろうと思います。お疲れ様でした。